だからモデルとか可愛い女の子とかってさ、集合写真の時に後ろ行くやん、小顔効果。はじめ。今回は金星っていうことで、やっていくねんけど、まあ金星を特に見ていくでっていう感じの動画系。はい。で、金星っていうのは内惑星。まあ前回やったよね。地球より内側を回ってる惑星。水、金の、金な。だから、まあ道かけすんねんな。いける？太陽の光を反射してて、地球に見えていくねんけど、見える時っていうのが限られてんねんな。明け方に東の空に見えたり、夕方に西の空に見えたりっていう、この二つしか出えへんねん。オッケー。で、まあ内惑星やから、まあこんな風に図としては与えられて、まあ見たらわかんねんけど、その地球との距離によって金星の大きさっていうのも変わっているように見えねんな。もちろんあの大きさは一緒やねんけど、近づいたら大きく見えるやろ。だからモデルとか可愛い女の子とかってさ、集合写真の時に後ろ行くやん、小顔効果って言われるやつな。だから金星も小顔効果使ってんねんな。使ってない。それで、ね、見ていったらいいねんけど、東とか西ってどういうことなんって言ったら、こんな風に平面で考えると分かれやすいと思うねんけど、もしかしてピント当てないかな。で、太陽とのその光の反射とか見てくれたら、このまっすぐのところは見ることはできひんねんな。いける。だから真夜中は見れないねん。それで、まあ地球も金星も回ってんねんけど、地球っていうのはこうやって回転するやろ。だから、もし人がここにおったら、ここが明け方。太陽おはようって言って太陽が出てくる方向に人がおるやろ。いける。それでこっちやったら、夕方、太陽沈む方向におるやろ。いける。その時にちょっと見てほしいねんけど、あと方角を注意してほしいねんけど、まあ、真ん中が北やから、もし明け方におったらこんな感じやねん。いける。右東って覚えてるけど、ちゃんとした定義はまあ動画1でやってんねんけど、北を見た時に右手が東やねんな。だから明け方は北をこう見た時に右手が東ちょうどなってるやろ。でも、夕方もう沈む時っていうのは北がこっち側にあるやん、人間からしたらな。だから右手が東、いける？東、西が左や、左、西なってるやろ。オッケー。だから西で沈むっていう感じ。オッケー。それでこれ見た時に、人の、まあ、東側に、金星が見えてるやろ。いける？で、これ明け方やん。だから明け方の東の空に見えんねん。で、明け方の東の空に見える金星のことを、明けの明星っていう。オッケー。それで、まあ、見える大きさっていうのは太陽を反射してるから、太陽光を反射してるからこんな風に変わるよって。これはまあ普通にイメージできてほしいな。うん。どんだけ当たって見えるかっていう感じ。それで次は沈む方は、沈む時に見てもらったら西側やんな。オッケー。だから夕方の西の空に金星が見える感じ。オッケー。夕方西の空に見える金星のことを宵の明星って言うわ。いける？明星聞いたことあるな。霜降り明星ってあれやん。明星ってまあ光り輝くことを明星って言ったりするって言うねんな。うん。はい。で、まあ、ちなみに火星っていうのも見えねんけど、火星はめっちゃ複雑な動きするねんな。で、まあ、明け方東の空、夕方に西の空とか、真夜中に南の空で火星は見れる。まあこれはほぼテストに出えへんから、まあ余裕があったら覚え。まずは金星、明けの明星、宵の明星を覚え。はい。まあ今回はこんな感じです。まあ金星は見え方が変わるよっていうだけです。いける。明けの明星、宵の明星あるよ。まとめようとです。よかったと思ったら高評価お願いします。これからも一緒に勉強してくれる人はチャンネル登録してください。こいつおもろいなって思ってもチャンネル登録してください。バイバイ。